はい、こんにちは、コムさんです、フィアット500の続きね、やっていきますが、バンパーですね、バンパーの補強ね、どうしようかなってコムさん迷ってたというかね、もういいかな、やっぱりやった方がいいかなって感じだったんですけど、視聴者さんね、名前出してもいいのかな、ルカジジさんなんですけど、やった方がいいよっていうコメントね、いただいてましたので、そのあたりね、やっていこうかなと思います。ルカジさん、ありがとうございました。はい。で、これね、ペンタイプの瞬着ですね。これ結構いいので、今日使っていこうと思います。これは100均で売っております。これね、ピンポイントでこうやると、出るんですよ、ピーってね。出ましたね。見えたかな？見えないね、遠いから。で、このね、ティッシュですね。ティッシュを細切りにしたやつを、こう置いていきます。これなんで今先にね、瞬着を先流したかというと、これはね、静電気でね、ティッシュが持ってかれるんですね、ビューンってね。なので一発瞬着置いといてやると、こんな感じでね、定着してくれますので、あとはもう落ち着いて、こう、いいでね、ペンタイプ。これこう押さえておくとね、流れ出てくれるんです。ちょっと見えにくいですけどね、こう、ここの先端をね、ギューッと押さえ込むと、瞬着が流れ出てくれるんですね。で、こう塗っていきますよと。まっすぐにね、押さえると出てくれる。こんな感じね、ぴょんぴょんちょんちょんとやっていくと出てくれるんでね。あとはこうしっかりと密着するようにね、で、押さえなかったら出ないので、この先端でこういくらかこうね、ティッシュをコントロールできますね。こんな感じ。塗りました。ね。はい。これで補強できます。あと、ここね、染み出ししないようにというか、染み出しはしないですね。はい。そしたら、次、ここね。ここに、一つね、ポイントつけて、そして、これを、まあ、一枚ずつでもいいかな。二枚でもいいですね。こうつけて、こうですね。そしてまた瞬着を、こんな感じでね、あんまりドバドバとつける必要ないと思います。ちょっとついたらね、染みてくれるんで。はい、こんな感じでね、塗りました。ね。で、前もやっております。こんな感じでね。これで、固まり待っておくと、それでね、固定してくれますので、補強になります。はい。そしたらね、他のパーツつけていきます。まずね、どれいこうか。これは GP クリアでいこうかな。爪楊枝。ね、フロントの、これつけていきます。ライトのね、パーツですけどね。これですね。これをつけていく。GP クリアをね、本体の方につけようかな。こう取ってですね、できるだけ、フレッシュな GP クリアを。あんまり伸びるといきにくいんですよね、これは。よいしょ。あまりつけちゃうとね、厚み出ちゃうんで、圧着、結構な力いうかな、抑え込みが必要になっちゃうんでね。できるだけ薄くね、塗っていきます。こんなもんかな。はい、こんなもんでしょう。で、これこっちがこれな。こうですね。
これでグッとね抑え込んでいく。はい、つきました。こんな感じね。TP クリアを少しずつね、ここにね、穴と穴あってね、ここに棒が出てるんですね。それにこれを突き刺していく。こうですね。こうですね。グイッとね。よし、こうですね。突きました。そしてで、どっちかな、これやね、よいしょ、上をここにつけると、はい、こんな感じでねつきました。はい、こんな感じでつきました。
はい、ということでね、シャーシー組み立てました。これだけでもね結構かっこいいですね。はい、ここら辺はねやっぱり富士見さんのキットということでね、細かい、モールドになっておりますね。こんな感じでね、いい感じだと思います。で、今回もね、マフラーは焦がしません。こんな感じでね、もうギランとさせておきます。はい、そしたらね次内装行くんですけどね、内装まあ行きましょうか。はい、もうこれねここつけております。このね、シフトレバーはついております。で、ステアリングをつけていくんですけども、こうですね、こここうで、はい、シャーシーのね組み立ての方は時間の都合上ね、ちょっとこう短縮モードでね見ていただきましたけども、ここからは完成向けてねしっかりと見ていただきたいなっていう感じで、あ、ステアリング感じいいね、ごっつい感じのやつがバカッと入ってるんで、こうねいい感じだと思います。こんな感じですね。はい、できました。内装かっこいいね、これ思った以上にかっこいいんじゃないかなと思います。はい、そしてシートですね。シートね組み立ててあります。前の席のねシート組み立てました。後ろこれね、はい、それじゃこれをまずなんかあれやな、クリアパーツつけるになってるな。クリアパーツつけていきましょうか。そしたら、これ先行こうか。なんかねインストがこれ先つけろってなってるんですよ。はい、まあそういうことで行きましょうか。これ、はい、ここね、ここか、ここにね穴2つ開いてるんですけど、こっち側がここやね、でこうですね、あ、こっち側は入ったんやけど反対側が入ってくれない、よくあるパターンですね。でこっち側折れるみたいなね、はい、あ、入りました、これでね入りました。で一応接着剤しときます。これねパチンってはまってね、もうそれっきりって感じになってるんですけど、一応ね接着しておきます。感じでしょうか。でギュッとね、はい、そしたらこれをこれでここにつけていくわけなんですが、後ろをはめて、後ろをまずはめて、これはどうしようかな、これでしばらくね待ちましょう。はい、ついたようですね。こんな感じ、いい感じになったんじゃないでしょうかね。ガラスもつきました。はい、そしたら、はい、そしたらね、インストの方が内装に戻ってくれましたのでね、内装行きたいと思います。これね、こここうですね、一つずつ行こうか。シート、これね、レーシングシートにしても面白いかなと思う反面ね、箱絵がどうやらこれね、このままの、なんていうのかな、シートになってますね。唯一内装パーツの情報なんですけど、箱絵がこのシートになってます。レーシングシートにしても絶対面白いと思いますけどね。片側だけね、ドライバーズシートだけで。
あともうね、あの省くみたいな。で、まあ後ろのね、後部座席ももう切っちゃえばええんかなとか思ったりするとこも あるんですけどね。まああの箱絵がそんな感じなんで、まあどうなんでしょうかねっていうとこですね。藤見さんのまあね、指示が一応ね、これが内装だよっていう指示かなっていうふうに捉えてるんですけどね、コムさんはね。はい、でまあね、レーシングシート本来ほんまのそのなんていうかな、この車両ね、実車の方の車両が仮にね、シングルシーターにして、ね、レーシングシートであってまあっていう情報が後でね入ってきてももういいですこれで、はい、内装はねこのまま行こうかなと思ってます。これつけていこうかな、これをダッシュボードね、ここやな、はい、こんな感じでね固定しました、ダッシュボードは。で、ここもね一応こっちからちょんとやっておこうかな、塗装剥げない程度にね。はい、そしてこれね反対側をつけていくと、こうですね。あ、まだマスキングテープついてるねこれ。よいしょ、作業の名残いい感じやな、作業の名残があるっていうね。自分がこんなことやってきたんやなっていうね、ここへ来て、よいしょ、でここね、ちょっとつけて、ちょっとつけて、ぎゅっ、ぎゅっとね。映ってないね。ああ、いい感じですね。出来上がったらやっぱり、ね、完全にこう組み上がるとね、やっぱりかっこよくなりますよね。こんな感じでね。はい。そして、これでできましたので、これを、あ、これ。これ先つけとかなあかんやつやったね。よいしょ。ここピンセットでいこう。こういうのをピンセットでちょんってつけていくのもね、なかなか、なんかロボットを組み立ててるようなね、それこそガンダムとかああいうのを組み立ててるような、違うかな。ね、最後なんかこういうパーツをつけていくよみたいなね。はい。そしたら、これやな。これかな。ルームミラーね。ルームミラーをつけていきます。ジピクリはね、ちょんとつけて、あ、つけすぎよ、つけすぎ。よいしょ、こんな感じでね、つけました。で、左ハンドルなんでね、こうやな。よいしょ、これでいいんじゃないかな、ついた。こんな感じね。そして、ここにつけていく、こうですね。これはどうかな、流し込み、これもねカチンとはまるタイプですね。接着一応ね、流し込みを入れてグイッと押さえておきます。はい、話はね、これが、パツンとはまるタイプって言ってたんですけど、ちょっと、柔らかいというかね、優しい感じがするんでね、接着剤つけておきます。で、ギュッと押さえて、
これもこういうのもねしっかり入ってないとボディと入れたボディに組んだ時にね当たるんですよね。当たったりするのでね。こんなもんかな。できました。かっこいいね。やっぱりね、いや、つくもんがついてくるとかっこよくなってくる。そして、タイヤつけなさいよ。あ、そうそう、あのホイールのねここのあのデカールの縁ね、縁取り赤なんで赤く塗りましたよというところですね。はい。で、これをつけていく。これあれやな、ポリキャップ。今ねこうやってやしゃべってやってますけど、おそらくね、動画、やっぱりね完成動画までいかなあかんので、多分ねカットカットになると思います。ずいぶんカットすると思います。今ね、今こうやってしゃべってやってるんですけど、これここの部分は残るかもしれないですけどね。ここまでの段階で、はい、ここまでの段階でね、カットして進めていくかも分かりませんので、今回のね動画はかなり飛んでるかもしれないですね。これポリキャップつけてるシーンなんていらないですね。ここカットしようか。よいしょ。しっかり入れておきますね。はい。これはね、転がして遊べるようなもんじゃないような気がしますね。コローンって取れちゃうかもしれないね。入ったね。今グッと入りましたね。よいしょ。いいんじゃないかな。ね、話の途中ですけど、タイヤはめる時ってなんでこんなワクワクするんだろうね。ね、やっぱり車やからタイヤつけるんで、やっぱりワクワクするのかな。はい、こんな感じでね、タイヤつきました。どうでしょうか。こんな感じね。かっこいいですね。これしばらくね、ちょっと置いときますね。はい、ミラーをつけていくわけなんですけど、これね、GP クリアでいくことにしましょうかね。これで、ここにね、ちょっとつけて、で、GP クリアを取りましてですね。控えめにね、周りにつけまして、ここにピタンとつけると、はい、こんな感じね、綺麗に、ね、つきました。地下に行っちゃうか、ここちょんとつけて、はい、このミラーこっちやね。おお、一発で決まるね。ここにね、溝掘ってくれてあるんですよね。溝掘ってくれてあるんで、つきやすいですね。ちょっとして。こう。はい、こんな感じでね、ミラーつきました。どうですかね。はい、そしたら次ね、いきます。わかりました。こんな感じで浮いてないようにね、しっかりと、はい、こんな感じでね、つきました。立てたい気もしますけどね、こうまっすぐにね立てたい気もするんですけど、インストがこうなってるんで、はい、こんな感じですね。そして
はい、ワイパーね、こんな感じでつけました。もうちょっと下かな、こんな感じね、リアワイパーつけました。はい、ということでね、シャーシー足回りね、内装こんな感じでね出来上がりました。ね、タイヤもこうしっかりねついて、リアもこんな感じ、リアというか底もねこんな感じで、で、ね、一旦ね、このマフラーのね、この先端部分を外しました。ドッキングするときにちょっとね、干渉しそうなんでね、後でつけようかなというところですね。はい。で、このね、シリーズの前半というかな、うん、初めの方で、フェンダーとタイヤのね、隙間ですね、の、ちょっと違和感はどういう風に対処するんですかみたいなね、コメントいただいてたと思うんですけど、コムさん的にはね、大丈夫なんじゃないかなと思ってたんですね、実はね。で、問題点としたら、ここ、これですね。ここのとこね、これ出っ張ってんの分かるでしょうか、ここ。ここにね、ピン出っ張って、ピンっていうか、ここに出っ張ってんの。これがね、しっかり入りきらないんですね。で、そこが定位置やと思って、接着しちゃうという感じになりがちな。パーツのように思います。で、これをね、ここ出っ張るとこまでパチンとはめ込むんですね。ちょっとはまりにくいんですけど、パチンとはめ込む。そしたらここまでね出っ張るんです。これね、サスペンションのパーツなんですけどね、ここまで出っ張るまではめ込むと、これがねポイントのようです。フロントはね、リアはもう全然問題ないように思われるので、フロントがねどうやらこれがポイントやということになりそうですね。これをしっかりはめとくことによって隙間は、大丈夫というかね、違和感なくいけるような気がします。で、今からねドッキング作業ね、ボディの方もねワイパーね、ミラーもつけてね、あとアンテナだけまだつけてないんですけど、今からねドッキングしていくわけなんですけど、このドッキングの時にね問題点というかな、ポイントはリアのこのね、どんなパーツでもそうですけど、こうリアのねここの爪ね、ダボをしっかりこうはめ込むと。で、これをしっかりはめ込むことによって、フロントが入りやすくなるんですけど、このあたりはね、パーツが当たるんで、ちょっとこう、かわしながら、ちょっと行きにくいんですけどね。持ちにくい。行きにくくはないんですけどね。持ちにくいんですよね。で、こんな感じで、まあ、かわしつつね、フロント、まあ、入れていきますよね。こうね、ここまで入りました。で、ここでピン入ってるかどうか確認してね、で、もうここ入ってくれましたね。問題点、第一の問題点というかな、次の問題点はね、ここのね引っ掛けの爪がここにね当たるんで入りにくいんで、それをこうかわしていけると。で、次ですけどね、こっからこのねバンパーの弾力を利用してこう入れると。そしたらパカンとここまで入ります。で、ここまで入ってまだねここ違和感あるんです。で、こっからがね、次のポイント。リアこれ違和感ないですよね。ほとんどね。はい。フロントがまだちょっと違和感あると。これ、こっからがポイントみたいですね。これをね、もうちょっとこう、バンパー、今入ったの分かったでしょうか。バンパーをギュッと上げて、軽く上げて、これを押し込むんですね、シャシーを。そうすると、ここまで入り込むんです。これがね、ピンの正規の位置まで入ったということです。もう一押しですね。だから これで入ったと思われがちなんですけど、これをもう一押ししてやることによってしっかりと入ると。だからここのね違和感がなくなると。こんな感じですね。違和感ないですよね。こっちもね、若干タイヤのね取り付け位置でなんかこうあるみたいですけど、これはねこのこうタイヤをまっすぐにね位置合わせてやればこんな感じで違和感なくなりますので、リアもそうですね。リアもね、こう合わせてやればなくなるので、はい。こんな感じで。どうでしょうか。違和感なくね、収まりましたね。はい、収まりました。そしたら今からね、マフラーの先端と、アンテナをつけていきます。これで、コメントいただいた方、分かっていただけたかなと思うんですけどね、なんで、フェンダーとのタイヤとの兼ね合いのね、違和感があるかっていうところはね、分かっていただけたんじゃないかなって思います。よいしょ、マフラーを接着してですね、ピンバイス、
ドリルでね、デカール割れたらね、パキーンって割れて取れちゃったらダメなんで、先に穴開けちゃいます。そしてこれで、これがねなくすと大変、ちっちゃいパーツなんですけどね、なくすと大変ですね。あ、ここにちょっと出っ張りがあるな、これちょっと処理します。ちょっと待ってください。これでいけるかな、これで、あ、入りました。で、向きをね、で、もうこれは流し込みでちょんとやっちゃいます。はい、アンテナつきました。ちょっと歪んでるね。はい、ということで、完成です。これで完成ということになります。あ、あとね、完成ですけどね。あとね、グロスはまたね、今からコムさんがやって、完了させますけども、最終動画ね、今からやりますので、グロスのシーンはもうね、グロス塗るだけなんで、またね、省きます。コムさんやっときますので。で、今から完成動画の方をね、やりますので、最後までね、しっかりと見ていっていただけたらなと思います。はい。ようやくね、完成しました。フィアット500、君ライコネン仕様ですね。かっこええじゃないですかね。なかなかいい感じにできたと思われます。はい。いやー、かっこいい完成です。はい。ということで、大変ね、シリーズね、今日もそうですね、長時間ご視聴ありがとうございました。で、シリーズ動画もね、長い間ね、ご視聴最後までしていただいてありがとうございました。勇気づけられながらね、カミカミですけども、勇気づけられながらここまでね完成することができましたので、はい、ありがとうございましたね。今年、最後の完成品、あと2シリーズしてるんですけどね、フォード GT と、40ね、 GT40 とね、スカイラインですね、やってるんですけど、あちらはねちょっと残念ながら完成まで持っていくことできなかったですけど、フィアット500がね完成できたのでよかったと思います。で、おさらいですけど、フェンダーのここのねタイヤの違和感の問題がどうもあるようですということで、ここのポイントとしてはリアは問題ありませんでしたけども、フロントは中身のサスのねショックですね、スプリングの部分のパーツですね、スプリングはないですけど、スプリングの、パーツですね、それをしっかりパチンというところまではめ込むと、折らないように注意せんとね、折ったらあかんので、それはちょっと注意しながらですけど、パチンとはまるところまではめると。そしてあとドッキングの時に一回パチンとはまるんですね。そう、はまったところでこれがね辛い位置で止まるんですよ、このシャシがね。それではまったかのように思うんですけど、もう一押し、これをちょっと軽く上げながらもう一押ししてやることによって、そこのね本来のピンのとこまではまってくれるということになります。そしたらこのねフェンダーの違和感がなくなるとこまではまりますよというところです。はい、このキットの問題点はそこだけのようですけどね。はい、ということでね、ほんまかっこよくなったな、かっこいいな、こんなかっこよくなると思わんかったんですよ。もうちょっとなんかおもちゃっぽくなるんかなと思ってたんですけどね、割といい感じになりました。はい、ということで、完成ということでね、はい、今日はねこれで終わります。完成動画までね、完成動画よりは最後のね、完成動画までね、見ていただけたらなと思います。はい、ということで、フィアット500君ライコネン仕様でした。お送りしたのはコムさんでした。はい、これでね終わっておきたいと思います。コムさんはねこれで終わっておきたいと思います。最後までね、何遍も言いますけど、完成動画まで見ていてください。はい、ということで、お送りしたのはコムさんでした。それではさよなら、また次回作でお会いしましょう。